楽しみな TV 田淵のファンダ夕方のスタートです。今からちょっと街ブラをしていきたいと思います。今からとりあえずまだ夜市にはちょっと早いのでふらふらっと歩きながら喫茶店でも入ってゆっくりやってそこから夜市に行こうかなと思います。今日は都市部で慣れた便利慣れした僕らはよう活用してたんですけど Uber が使えません。なのでしかもタクシーの数もすごい少ないですね見てる限り。さあさあさあ天中の観光エリア中心部南門に来ました。いや台湾はねどこでも都市部になるとこの南の門北の門東の門西の門っていう土地名がどこでもありますしどこでもちょっと言い過ぎかもしれませんけどもうあのこの本当は各所にこういう門があったんですよね。今でこそもなくなってせっかくなので中を通りたいと思います。はいこれが天中の南門ですね。中心部が真ん中が中が中心部ですね。砦としての効果もあってもともとは守護の場所でした。まあちょっと食べ物系はちょっと置いといて果物屋さんコーナー果物の品屋さんで今高山さんがリンゴを用意してきましたので高尾についてうちのスタッフの、うちのスタッフっていうか、上の階のスタッフ、上のフロアに、たこ屋さんっていうたこ焼き屋さんが、たこ焼き居酒屋さんがあるんですけど、そこの人で、うちのランチを手伝ってもらってる方がいるんですけど、台湾に到着した。台湾すごい好きみたいで、高尾に来たみたいです。高尾行きの台北抜けで買えるっていう話だったんで。どこにあるんやろ。うん？ヨロテング？旅行に来たら必ず旅に来たら新しいです。必ずお宮参りすると決めてるので、ここでもお宮参りしていきますね。ハクちゃんも一緒に持つの？ちょっと待って。つま先でちょっとなんか難しい。ここが一番。ここが一番。もう一本。あー、こしで。あー、こしで。終了です。はい。では、夜市に向かいましょう。はい。よし、抱っこしてもらいな。ごめんな。ごめんな。
残念ながら天地の夜市はお休みでした。残念。明日やってるかな。さっきちょっと動画撮ってないですけど、寿司屋さんに行きまして、帰りにおそらく子供たちがお腹空くだろうっていうことと、まあ、大人たちの酒のあてをルーウェイを買いに来ました。こっから自分で選んでいって渡したら温めて箱に入れて返してくれるという、このようにガンガンカットしてくれます。また大腸が違いました。まあ、1000円弱っていうところです。タレもシェシェ、バイバイ。全部そうそうそう、全部入ってる、全部一袋で、ハリショーだ、最高。では先ほど買ってきたルーウェイ、腸やら手羽やらいろいろもごっちゃになって入ってます。このタレが一緒に入ってたんですけど、これは、はい、これはもう多分辛いやつなんでお好みで入れるっていう感じかな。かけて混ぜちゃってもいいとは思うけど、子供が食べるのかな。そうですね。ほなまあちょんちょんとつけながら食べたいと思います、はい、じゃあまずははい腸このまま食べてみたいと思います。うん、これはね、もうほんと冷めちゃってるんですけど、すんごい香りが、なんかね、なんだろう、すごい香ばしい、燻製のような香りがふっと鼻に抜けて、おいしい。これがつなぎもですね。今食べてみます。うん、味付けは基本同じ感じだと思うんですけど、まだちょっと鼻に抜ける風味がちょっとなんか違う感じがするな。なんだろう、歯ごたえしっかりあるんですけど柔らかくて、これはつまみにちょうどいいですね。おいしい。ワイン飲む？ワイン飲むか。甘いねんな、このワインな。あ、これ？そうやね、台湾のワイン。ミャオリーって書いてある。ミャオリーのやつなんや。甘いけど、美味しかった。ホットワインにしたらすごい合うと思う。ホットワインに美味しい。このままウーシャンフン入れてちょっと温めて生姜入れたらもう完璧。ソースもつけてみよう。頑張ってバストアップで撮ってるけど、これあのちょっと下の方行くとノーブレーカー、乳首のぼっちが見えるから、今撮りてただでさえなんかあすっぴんだなって思われると思うから、シャワーの後だからもホテル。うまい、辛いソース美味しい。おお、はい、じゃあせっかくなんでお店でもこのルーウェイの大腸を、うちの場合はこれを大体追加揚げてるんですけど、あのせっかくなんで勉強させてもらおうと。色味見るとたまり醤油で炊いたりするともうちょっと黒くなるんで、中も炊き時間は長くないと思います。基本の味付けは醤油とお酒とお砂糖、氷砂糖かザラメか上白糖かわかんないですけど、まあ、お砂糖とあとは八角、桂皮、生姜、ニンニク、ネギで炊いていくのが結構定番ですね。あとお水入れてちょっと味見してみます。燻製臭がする。これ多分入れてるな、燻香。炊いたやつを厨房の中見てへんかったけど、もしかしたら燻製機みたいなのがあって、そこで一回投入してから提供してるのかもしれないですね。これはめちゃくちゃうまい。
これはほんまブルーワインの中でもかなりレベル高い。うん、うわ美味しい砂肝も。やっぱ地元の人がよくいるお店は美味しい。あ、美味しい店見てよかった。幸せです。タレバージョンも一緒かな。うん。辛い。こ結構辛いな。うん、あ、梨の方が好きやな、ブルーウェイに関しては。でも、何の、何が入ってるんでしょうね、そのタレの味付けがちょっと私よく分かんなかったんですけど、これはね、干しエビと、唐辛子と、これ生姜やと思うんだけどな、生姜と、あとお酢を入れてると思います。で、醤油か塩かかな。この味わいは、いや、台湾ヘンチュンのルーウェイめちゃうまいです。チャンネル登録よろしくね。あ、俺も肌着乳首出るわ。